皆さんこんにちは。日本の子役の村方乃々佳さん。村方乃々佳の事務所が破産し、玉坂の理由や乃々ちゃんの両親が無職と言われる実態について紹介します。まずは村方乃々佳さんの経歴とプロフィールから紹介します。村方乃々佳、2018年平成30年5月31日は日本の子役、歌手です。愛称は乃々ちゃん。村方の母親は村方に子役としてのレッスンは受けさせず、成長記録としてスマートフォンで撮影した動画を YouTube にアップロードしていました。母親は結婚前に保育士としての勤務経験があります。母親が SNS で偶然見つけて記念のつもりで応募した肝腎親王杯第35回童謡子どもの歌コンクール2020年11月に参加し、童謡犬のおまわりさんを歌唱しました。子ども部門の銀賞を史上最年少2歳5ヶ月で獲得し、愛らしい身振りや力強い歌声が SNS を中心に注目を集めました。2021年5月26日にソロアルバム「ののちゃんに最子供歌」でキングレコードから CD デビューし、童謡歌手としては史上最年少2歳361日のリリースとなりました。この記録はアルバムをリリースした最年少ソロアーティストとしてギネス世界記録に認定され、2022年11月10日発行のギネス世界記録2023に掲載されています。 YouTube に公開された動画は2021年2月25日時点で約1383万回再生に達しています。2021年1月4日には公式 YouTube チャンネルののチャンネルを開設しました。チャンネル開設から1ヶ月半で登録者数は39万人、チャンネル総再生回数は250万回に上りました。2022年9月5日には妹のにちなの、ひなの、通称ひーちゃんが誕生し、以降 YouTube チャンネルや公式 SNS には2人で登場するようになっています。5歳の誕生日を迎える2023年5月31日に作詞を荒木豊久、作曲を魔界の工事の書き下ろしによる初のオリジナルシングル「ドレミの階段」「半分ごっこ」「恋したけれど」の3曲を日本コロンビアより同時配信リリースしました。芸能プロフィットの葉さんが報じられたのは3月末のことです。同時に同じ住所に事務所を構えていた関連会社エンプロも破産しましたが、同社には現在5歳の女の子も所属していました。村方乃々佳ちゃん、童謡犬のおまわりさんを愛くるしい歌声と仕草で歌って注目されたあのののちゃんです。ののちゃんは2021年の2歳の時に CD デビューして、それは最年少デビューとしてのギネス記録になりました。5歳になった現在、ぬくみめるさんが主演の TBS 系ドラマくるり誰が私と恋をしたに子役として出演しています。 YouTube も好調で、4月上旬の時点でチャンネル登録者数は50万人に届きそうな勢いです。そんなののちゃんの公式 X が3月28日にファンレタープレゼント送付専従所変更のお知らせを発表しました。東京都千代田区丸の内にあるという株式会社サムライパートナーズという会社の住所を紹介していました。この会社はいわゆる芸能プロダクションではありません。YouTuber を起用してイベントやセールスプロモーションを行う広告系の会社で、取締役には YouTuber のヒカルさんのマネージャーもいます。広告業界関係者、ののちゃんは福岡県の出身地で、サムライパートナーズも東京の他に福岡県に事務所を構えています。お互いに YouTube を活動の基本としており、所属というわけではなく、まずは窓口ということで、とりあえず手を組むことにしたのかもしれません。前室芸能プロ幹部、そこでサムライパートナーズにののちゃんの窓口になった理由や経緯などを聞いてみましたが、契約の経緯や所属先などの詳細を開示することは控えさせていただきますとのことです。ただ今後の活動について詳細は申し上げられませんが、新たな展開にしっかりと取り組んでいく所存ですと付け加えました。所属事務所の破産が原因で令和の天才主役がエンタメの世界で迷子になることはとりあえず避けられたようです。日本でも韓国でも大人げの YouTuber でもあるののかちゃん、その両親はどんな人なのか気になりますよね。
ののかちゃんの両親に関する情報は今のところ公表はされていません。ののかちゃんは事務所に所属をしていますが、両親は一般の方なので自分たちが表に出るつもりはないのでしょうね。ここからは YouTube に投稿されている動画などからわかる情報についてをまとめてみました。ののかちゃんのお母さんは主にののかちゃんの動画を撮影している方です。撮影している側なため、お母さんが動画に映ることはほとんどないのですが、ののかちゃんのサブチャンネルトゥデイズののちゃんの動画で一瞬姿が確認できました。この方がののかちゃんのお母さんであると思われます。しっかりと手をつないで、ののかちゃんに初めての雪道歩きを体験させてあげていたようです。ののかちゃんのお母さんは元保育士との情報もあります。ののかちゃんが2018年5月生まれですので、社会人経験があることも踏まえて両親の年齢は30歳前後ではないかなと推測します。ののかちゃんのお母さんの声はほとんどの動画に登場しますが、その歌声が綺麗だとコメント欄に多く書かれています。こうしてお母さんの上手な歌をたくさん聴いてきたから、幼くして抜群の音程感覚があるのではないでしょうか。ののかちゃんのお母さんは元保育士だったということで、子供への教え方もご存知のことと思います。ののかちゃんの歌唱力はこうしたお母さんの下でのびのびと育ったことと関係が深そうですね。ののかちゃんのサブチャンネルトゥデイズののちゃんの動画では、マスクをしているもののお父さんが顔出しをしています。これを見る限り、やはり30歳前後の若い方なように見えますね。三輪車を全力で漕いでいるお父さん、ののかちゃんは少し怖がっていますが、なんだか微笑ましい光景です。トゥデイズののちゃんでは、遊びたい一心でお父さんを起こそうとしたり、トランポリンやハンモックで遊んでもらっている動画がたくさんあり、仲良し親子な様子が伝わります。こうした動画で見る限り、ののかちゃんに愛情を注ぐ優しいお父さんなんだなと思います。プチ情報として、お父さんは鍛えているようで筋肉がすごいです。川遊びに来ている時も橋で懸垂をしている動画もあるので、相当鍛え抜かれていそうです。ののかちゃんとダイナミックな遊びもできそうですね。村方ののかちゃん、親が仕事を辞めたと噂されています。その理由は主に2つありました。まず1つ目の理由、村方ののかちゃんの YouTube チャンネル内の両親仕事辞めたって本当、ののちゃんの家族を紹介するよという動画で否定されているからです。動画内の説明で、お父さんは勤続10年以上の会社員とあります。またお母さんはののかちゃんを産んでからずっと専業主婦だそうです。働いていたのはののかちゃんが生まれる前までなので、子供の収入を頼って仕事を辞めたわけではありません。少し前の投稿動画なので、その後に辞めた可能性もあるでしょう、と思われる方もいますよね。二つ目の理由です。2024年2月24日に投稿された、感謝お父さんの反応は、ドキドキのバレンタインにて、仕事から帰ったお父さんとコメントありました。スーツ姿のお父さんがソファでののかちゃんに絵本を読んであげています。絵本を見ながらも、いつ自作クッキーをあげようかそわそわしていますが、お父さんはゆったりくつろいだ様子です。お父さんにとっては疲れが吹き飛んでしまうくらい癒しの時間なのでしょう。ののかちゃんはお父さんにぴったりくっついていて、お父さんが大好きなことが伝わってきますね。村方ののかちゃんの親は、ののちゃんを商売道具になんてしていません。しかし、小さい子供がテレビや SNS で活躍すると必ず出てくるのが、子供に稼がせているという声です。村方ののかちゃんは2歳5ヶ月の時に、第35回童謡子供の歌コンクール子供部門で銀賞を受賞しました。その後2021年5月26日にソロアルバム、ののちゃん2歳子供歌でキングレコードから CD デビューしています。最年少ソロアーティストというギネス記録を所持しているようです。人気が出てテレビで見ることも多いので、そう思ってしまう方もいるのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。